やもうね、売国佐藤の自民党から、あとはその開国主義のね、共産党までですけれども、どの政党を取っても、ろくでもないのしか残ってないんですよ。でもね、これについてですね、いやもう選びようがないんだと言って文句言ってるバカがいるけれども、じゃああんたがね、政党を立てりゃいいじゃんと。なんでやらないのって言い出したら、いや自分には仕事があるって言うんですよね。いや何あんた言い訳ばっかりしてんの、あの民主主義の意味わかってる？民主主義というのは民衆が政治をコントロールするわけですよね。だから民衆の方に責任があるんです。民衆が選んだ政治家が悪いことやった、政治家が悪いじゃないんですよ。選んだ民衆が悪い、これが民主主義なんですよ。だからいつも言ってるけれども、民主主義というのは国民がですね、賢くあって初めて機能し得る制度なんだということなんですけれどもね。まあ残念ながらこれを理解できる国民がいないんですね。一億総白痴状態になってますのでね、どうしようもなくなってるっていう感じですかね。いやね、責任を取るとか言っていた総理大臣、総理大臣が責任取るんだったらね、何回この内閣が潰れなきゃいけないかって話なんですよ。この日本っていうのが終わってるっていうのがですね、スリランカが債務整理をね、今回ですね、もう完全にその財政破綻を起こしてて、で日本に対して泣きついてる。で日本は岸田のバカが分かりましたっていうことで、5兆円だったかな、5兆数千億円のこの債務整理に日本が応じてる。それ以外にも各国の分も整理をねしているっていうことで、本当にひどい話なんですよ。もうダメな国なんですね、ダメなものはダメなんだ。でもそれを外国人に言わないでしょ。移民問題にもつながるんですけれども、外国人にはっきり物を言える人間がいてくれればですね、政治家にいるんだったらいいんですよ。ところが日本人の気質から考えて、外国人の皆様はお客様は神様ですって言って迎えるのは日本人ですよね。はっきりと物を言わないんですよ。どこまでバカなことをする、最後までですね。これが日本人ですから。だから桜井が何度も何度も同じことを言ってるけれども、日本人そのものに政治をやるね資質がないんだって言ってるんですよ。自民党、岸田だけじゃなくて自民党の責任で日本はどん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 借金地獄になってきてるわけですよね。ほんで国内経済がどんどん冷え込んでるわけですよね。この岸田のやっていることはもう次から次へとですね、日本人に増税を課していく。で、外国には先ほど言ったね、スリランカの債務整理ですね。5兆円パーですから。5兆7千億円だったかな。5兆7千億円がパーになるという状況なんですよね。これが政治って言ってるんです、彼らの。彼らの言っている政治というのはこういうことなんですね。日本をとことんまで苦しめるというのが、彼らのやってることなんですよ。いやね、なんで桜井がね、クーデターを起こせって言ってるのか、まあ自衛隊にですよ、クーデターを起こせって言ってるのか、理解できるでしょ、皆さんもね。このまんまだとは、国民の方がですね、生きていけないんですよ。どうしようもないですね。どうしようもない今の社会、今の日本です。それでもですね、それでも我々はこう一歩ずつでもいいから前へ進んでいかないと。まあぜひ皆さんね、周りの人たちに、今日のこの番組にしてもそうですし、次のね、YouTube の方の、ズバリ言ったわよなんかもね、どんどん広げていただければと思います。